差します。これは何点差ですか？これは1600差です。1600差、譲れない1600。うわー、もう情緒が、お情緒が、いやどっちもね、今条件一緒ですからね。だから伊達もここでトップを逃すわけにはいかないんですよ。伊達だって松本だってどっちも譲れない。しかもね、伊達はほらコナミだけどこの中で優勝したことないでしょ。そうですね、決勝行きたいよ。はい、アベマズはいいじゃん、去年勝ったからと思ってるよねきっとね。伊達ちゃんはアベマズとファイトクラブの間には大きな小さな1600点差。本当だね、789の3色だけじゃ足りない。泣いた場合はそうっすね、結構悪いですね伊達は。厳しい。でも松本もいいとは言えないですよ。いいとは言えないけど、でも伊達よりはいいかな。小林のトップだってありますね。あるんだよ実は、はい、そうだって実は手が一番良いの小林じゃない、はい、あ、カンパクやった。面前で仕上げれば勝ちですね。これが一番いいよね。これが僕は一番いいと思います、ね。はい、メンツこそありませんが、両面が手の中で溢れているドラ受けもある。そっちにいたらね、両面ばっかりになるし。はい、松本現状仕掛けは使えない。1000点上がれば待望のトップ。渋川はちょっと条件がね厳しいんですけど、じゃあ、はい、渋川は、はい、あ、でもそっか、アベマズとファイトクラブはどっちがトップでも変わらないか、はい、並んでるんで、ここはあんま関係なく自分のチームの素点、はい、だけ考えて、まあ、あとはもちろんラスで上がるはありますよ、はい、さっきね堀のトップをね、A、あの生かすためにもちっちゃいラスで終わるっていうのもあります、はい、大事でしょうね、はい。89に目いっぱいいった。7万切り、あ、来た。スッチピン苦戦オールまである。小林といえどもまだ泣かないですか？わかんないです小林さんのことはだけど、はい、なんかまだ40目50目泣きたくないですよね。苦戦オールかもしれないのに2000オールまで下げるのはやだ。さあ松本が今イーシャンテンになりましたね。そうですね、松本気合のリーチもありますよ。あのカンパソペンチマン、はい、全然あります。トップのためにさあ3色イーシャンテン、すげえ。これだってしかも面前だったらリーチいらないですからね。いらないです2600。ただ泣けない、泣けないのよね。目いっぱいか、目いっぱいいく、目いっぱいの目いっぱいですね。うわすごいね、すごいね。そのが景色良いから。そうね、チーマも1枚切れ。ここはイソツもぎる。しかもキューピン引けばね、チーできますから。チー点の3色確かに取れる。これはイーソー三蔵払いですね。で渋川は一応着アップ見るために、まあ、ドラ立てとかか、はい、羽マンは一応見てはいますね。あ、でもリーチのみも一応捨てれないか。甘露は引いてパーソー積もれば優勝なんで、はい、そうですね。ここはやっぱり3色だけには絞れません。当然そうですね。なんかもうこの1600点が4万点なのよ。いや本当にもうこの1600点のアベマズとファイトクラブの間の1600点はこれ海よりも深い1600点、4万点分だから、役前より、ね、子供の役前より高いんだから、はい、これはもう目いっぱいにしましょう。これで報酬したって誰にも何も言わないよ。さあ伊達あるいは松本小林誰だ。いやもう本当にわからん。ドキドキスーソワンコ、これはウーワン切りかな。3色は残しつつリーノミのなんと1600。ほんとだ、頭できたら1600、同点だね。どっから出てもど、あ、どっから出てもじゃない、松本以外から出ても同点トップになるリーチが打てるから、はい、打てる打てる。それはそれででかい。3色は闇点、頭が総数上満数でできた場合はリーチ、リーチだね。これでクリア。そうだね、ここでアベマズとファイトクラブの同点トップは絵もかける15。確かに確かにですよね。エモすぎる、エモすぎますよ。俺たちまた頑張ろうぜという感じ。パーソーここにいた。うわー、これはなんか無情にも小林の6セオールが来る気もする。形は一番いい、いい、圧倒、圧倒的にいい。ただ2900点のポンしてのテンパイ、チーしてのテンパイどうなんですかこの順目。まだ飛んで、いや分かんないな、もう小林さんなんだもんな、はい。でもさ今3着目で、はい、しかも渋川は別にねそこまで離れ、あー待ってか、なんていうか漫画打っても、はい、小林さんは伊達とか松本になんか打ってもまだまくられないんで、1回チャレンジしたくないですか。僕は10回チャレンジします。そうだよね。で両層が、うん、これ今つもぎられましたけど2枚やったんです。そうかそうか、あ、3枚やったんです。あ、なるほど、ね、これ両層引いたら闇点きませんか。てか渋川さん両層引いたら羽間あるね。あれあるね。みんな怖い、あ、みんなドキドキ。血はない。うわー、小林が打点、C の声をぐっと飲み込んだ小林。そうね、いやこれ小林闇点くるよ。1万2000は確かに来る来る、うん、ヤンゾ引いたら闇点くるわ。 CP 引いたらドラウケだからリーチもあるか。いやでもダマ来るね。ダマ来ますか。だってヤンゾ松本打つもん。確かにウーソは渋川も捨てそうだ、うん、ね。渋川から小山だとトップ確定しないけどダマだね。はい、松本ここはシャーツもぎって馬残す。いやもう松本だって気が気じゃないよね。どうなんだよ、情緒がマジで乱れる乱れる。来た、
カンパマン、カンパマン、これ今渋川残したんじゃないか、パーマン。本当だ。で松本もこれマンズ伸びたらカンパーマン払い来るよ。本当だ。でパーは山2枚だから積もれば単独、え2枚もあんの、単独優勝、単独トップある。スーピンが3枚、3ピンが、3ピンは1枚しか見えてない、スーピンが3枚切れて、リャンピンこれ3枚場に出てます。いやこれでも松本は降りてもダメなんで、リャンピンは行きそうですね。降りても負けちゃうってことですね、はい、そうそうそう。で漫画打っても2着なんで、はい、これは行くとこで行く場面ですね。メンツ戦に行ける、あパンは一発だ、一発やー、文句なし、文句なし、3200裏取らなかった。いや一発で逆転できてない、そうだね、一発で逆転だ。いや松本の眉間にシワが深くなる、こんなことがあるか、頭を抱えた。リーチ一発2600の逆転、水飲んでます。有沙はいつでも水を飲む。これあでもいつもより飲んでますね、いつもより顔きました、今日はいつもより飲んでましたね。トンの一曲の3000-6000から最後は松本にその座を譲るも、一発で渋川から打ち取り2600。さあ続きまして、トップとなりましたコナミマージャンファイトクラブ伊達有沙選手です。トップおめでとうございます。ありがとうございます。いやチームの大ピンチ、よくぞ連敗止めましたね。そうですね、本当にちょっとこのセミファイナルに入ってから、うん、あまりにも風向きが厳しいなっていうところだったんですけれども、うん、本当にこうなんとか、うん、食い止めれてよかったなっていう思いです。ただオーラスこう3色ではなくなってこうどうするのか、まあ、積もればもちろんというところではありましたが、ちょっとオーラス思考を聞いてもいいでしょうか。そうですね、まあ、本当にその3色の手になってくれて、でしかも守備よくイーピンアンコになってくださってくれたの で、うん、で松本さんとの点差が1600点差というところだったので、もう、途中からのカンパスとカンパーマンは両方チーして、松本さんからの直撃か私のツモで、単独トップになれるというところで、それは、もう取る気でいました。でカンパーマンも自分がチーマンウーマン切ってたことでかなり良かったので、カンパーマン残るようだったら勝機あるなっていう感じだったんですけども、すごくなんか狙い通りの、うん、結果になったので、一発で出たのもすごく恵まれてたんですけれども、すごい嬉しかったです。これ実際一発出なかった時っていうのはどうなるんでしょうか。上がりますね、カンパーマンですし、同点でも、はい、同点でも一応同点トップ偉いと思うので上がります。一発じゃなくても、脇からでも上がります。なるほど。